ひとみです。新垣渚役の島袋美里です。わーわーわー、聞いてくださいよ。どうしました？今回なんと、はい、合宿会でございます。はい、やってきました。体育館です。声響く。だいぶ響きます ね。このラケット見てくださいよ。じゃーん、完成しましたよ。ゴーセンさんで作っていただいたやつ。本日はどういった練習というか、メニューとなっているのでしょうか？はい、今日は基本的なラケットの握り方と、あとは基本になるんですけど、オーバーヘッドストロークっていう上から打つ打ち方、下から打つ打ち方で、あとサーブ練習をやっていきたいなと思います。わかりました。頑張ってください。はい、一番初めは、シャトルを2人で投げ合ってもらいたいと思います。はい、でただ投げるんじゃなくって、ただ投げるとこのままになっちゃうので、ポイントは足が縦になって、こう半身になること。はい、左、2人とも右利きですよ。はい、なので左肩が向こうに行くように1回セットしてから投げる。はい、OK です。続きます。左手をこうピッとすると、バドミントンっぽくなります。そうです、そこから投げてみてください。はい、そうです。すごい綺麗に飛んでくる。こういう感じで下がっちゃってるので、そっかそっか、上の時に離せば大丈夫。あ、そっか。ラケットの持ち方なんですけど、はい、包丁持つみたいに持ってください。はい、こういう風に持っちゃったりするとダメなので、縦に包丁を持つような感じで持ってもらって、ちょっとここに隙間が空くと本当はいいんですけど、それはまあおいおい。でさっきと同じような感じで、普通にボール投げる時ってここがこうなりますよね。そんな感じ で左手を向こうに持ってってもらって、そうです、そうです、かっこいいです。そうです、そうです、そうですね。で、羽が来るところに手がある、羽上から来るので上にやっといてもらって、手を下ろしてシュッて振ります。そう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 、ボール持ってるのと同じです。ボール投げてるのと同じような感じでできる。どうしても当てに行くので肘からこう出ちゃうから、こういう感じなので、これを上から持ってきてもらうと、すごく、そうです、そうです、すごい綺麗。上からこっからこう、ここのひねりをこうグッて入れると勢いが増してきます。おお、ポーンって振るよりもここからグンって入れると勢いがつくので、ひねり、ちょっとひねってみるといいと思います。はい、OK です。ラケットやっぱ向こうに普通に振るとこうなっちゃうじゃないですか。はい、それがまっすぐなるように、まっすぐまっすぐまっすぐなるように気をつけてください。そうです、そうです、そうです。じゃあ今度今ので打ってみます。はい、で羽投げてくれるので、これをスマッシュ、今と同じように、もう足を動かすの、立ち縦のままでいいので、バーンって打ってください。はい、次は、はい、オーバーヘッドストロークのフォーム固めということで、はい、吊るしてあるタオルをちょっと打つ練習をしたいと思います。はい、お、すごい、おバッチリ。そうですね、ん、 OK です。お、左手こう下ろす感じでバンって打つと勢い、お、すごいいい音、お、いい音。じゃあ次は、オーバーヘッドストロークすごく上手になったので、実際に打ってみたいと思います。はい、でまずはちょっとスマッシュ打ちたいところなんですけど、初めはクリアを打ってみたいと思います。クリアっていうのは後ろから後ろまで打つ羽のことなんですけど、はい、腕曲げそう、やってみましょう。はい、かっこいい。じゃあやってみましょう。はい、おー、すごいすごい、オッケー、そうです、おー、すごいすごい上手、綺麗です。おー、すごい。やってみてもいいですか？でも今までと違う人ですよ。あれ、そうそう、うん、別人。貼るんだって。貼る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 。おー、ナイス、ナイスです。あ、OK です。さっきと同じスマッシュ打ってみたいと思います。はい、で同じなんですけど、やり方は打点が今ここで打ってたのがちょっと前になると角度がつくので、はい、それだけのことなんですね。はい、あとはネットにかからないようにするのは自分でちょっと高さを調節してみてください。はい、
ちょっとやってみます。はい。打点だけです。打点だけ。うまい。そう、ナイス。どこにこうシャトルが飛んでくる、どこに入るかっていうのがすごい大事で、はい、その調整ができないとこんなになっちゃったりするので、うん、ちゃんとそこに行って打つことがすごく難しいんですけど。お、ナイス。あ、すごい。いける。オッケー。あ、すごい。オッケー。ナイスショー。ナイスショー。ナイスショー。すごいですね。なんか変わりようがすごい。教えていただく一から教えていただくということの重要さ、基本は大事という、基本は大事だ、学びました、すごい汗かいてる気がする、ね、すごいです